にありがとうございます。まずいいですか、じゃあ座りましょう。はい、お願いします。皆様、本日はお忙しい中お集まりをいただきましてありがとうございます。ただいまから岸田総理と菅総理さんの面会を開始させていただきたいと思います。はじめに菅総理さんより要望書をお渡しいただきたいと思います。皆様の真ん中もちょっとお集まりをいただけませんでしょうか。よろしくお願いしております。お願いします。それではまず最初に曽我ひとみさんから今回今お渡しをいただきましたご要望も含めてご挨拶をお願いいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。本日は大変お忙しい中こういった時間を作っていただきまして本当に心より感謝をしております。ありがとうございます。私と母が立ちをされまして45年になります。ほぼ半世紀近くになったということなんですが、まだ母の安否というものが何もわからないような状況です。母は今年91歳になります。91歳といえば本当に自分のことが自分でできなくなる年かと、本当に1時間1時間をただ生きているのが精一杯な年齢だと思っています。母は、とても、元気が自慢だったんですが、もうこの91歳という年には勝てないのかなと毎日毎日心配でなりません。普段、何もない生活の中で、こういった、たちが起こり、45年も、母と会うことができないということは本当に理不尽で心が痛みます。先日ですが、テレビの報道で早紀江さんが2度ほど入院されたという、お話もありました。そして、有本さんは、車椅子での、出席となったお姿も拝見いたしました。本当にこれが現実なんだってつくづく思いまして、本当に心が痛みました。と母は今どうしているんだろうと思えば思うほど本当に胸がいっぱいになってきます。もうご家族の皆さんは耐える気力もなくなるぐらいに本当にお疲れになっていると思います。それを必ず会えると思いながら毎日毎日を頑張って生活されていると思います。総理におかれましてはこの拉致問題を一日も早く解決し
ていただくため、院長のトップ会談を一日も早く実現させて、向こうで家族に会いたがっている皆さんを全員取り戻して、ご家族のもとで楽しい生活ができるようにしていただきたいと今心から願っております。それができるのは岸田総理です。本当に皆さんもう時間がありません。いつもいつも同じことを言っておりますが、北で日本に帰ることを待っている被害者の方、そして日本で待っているご家族の方、本当に苦しい思いで待っていると思います。一日も早い解決のために全力でこの問題の解決をしていただきたいと今心から願っております。どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは続きまして、ご同席を賜っております渡辺三部市長からご挨拶いただきたいと思います。本当にお忙しいところをお伝えいただきありがとうございます。そしてまだ今嫁さんと一緒に佐渡市も、子どもたちにその拉致の悲惨さを伝えて、しっかりとその拉致を復活させないという取り組みを含めて、本当に政府からご支援いただいていることを改めて感謝申し上げます。コロナが、終わってはないんですが、少し落ち着いて、今仁美さんも積極的に子どもたちに今直接声をかけてお話をしていただいております。そして今年小浜市と、柏崎市、拉致3市で子どもたちのウェブにおける、学びの事業をやろうということで、これも初めて、取り組むことになっております。我々としては本当に風化をさせずにしっかりと取り組んでいきたいと思っております。でその中でもやはり今日仁美さんがおっしゃったように、今話に出るのがやはり三好さんが21年間情報がとにかく前に全く進んでないというこの不安のところがやはり一番大きいというお話をされております。そういったの本当に岸田総理にもう突破口として、何とか少しでも動かしていただくということを私自身もお願い申し上げて、そして我々本当に今仁美さんと一緒にですね、拉致をしっかり子どもたちに伝えていくという自治体の取り組みも、しっかり取り組んでまいりたいと思いますので、今後ともご指導、また拉致の解決に向けての、力強いお願いを申し上げ、私からもご挨拶に感謝していただきます。本当にありがとうございます。ありがとうございました。それでは岸田総理ご挨拶をお願いいたします。はい、まず、曽我仁美さんにおかれましては、大変遠いところ、こうして、官邸までお越しいただきましたこと、感謝を申し上げます。そして渡辺市長をはじめ、佐渡市の皆様方には、曽我仁美さんとそのご家族がご帰国されてから今日まで大変きめ細やかにご支援をいただいているおりますことを心から御礼を申し上げたいと思います。まず先ほどいただきました要望書につきましては、これしっかりと受け止めさせていただきたいと思います。曽我仁美さんをはじめ、今なお多くの方々のご帰国が実現していないということ、これは痛恨の極みであり、政府としてこれは重く受け止めているところであります。被害者の方、そして被害者ご家族の方々がご高齢になる中にあって、時間的制約があるこの拉致問題は、ひとときも見逃せにすることができない人権問題であると、認識をしています。本年5月に、国民大集会が開かれました際に、あらゆる障害を乗り越えて、自ら決断をしなければならない、そういった私自身の決意から日朝首脳会談を早急に開催するべく、
私直轄のハイレベルでの協議を行っていきたいということを申し上げた次第であります。またご要望書の中にありますように、拉致問題、これを風化させてはならないということ、これも極めて重要な問題であると考えています。菅さんは小学校中学校 の生徒さんへの出前授業にも積極的に取り組んでおられると承知しておりますし、また初等中等教育に関わる教員等に対して、この研修の講師として、ご協力をいただいているということでもあり、こうしたご努力に心から感謝を申し上げたいと思います。政府としては拉致問題に触れる機会の少なかった若い世代へ の啓発、これが重要であると認識をしており、引き続きさまざまな啓発広報活動に努めていかなければならないと考えています。いずれにしましても拉致問題は岸田政権にとりまして最重要課題であると申し上げてきております。拉致問題解決に向けて私自身が先頭に立って、そして政府を挙げて取り組んでいかなければならないと強く思っておるところでございます。このぜひ、こうした政府に対しまして引き続きさまざまな、ご指摘、ご意見を聞かせて、いただければと思っております。改めて、今日お越しいただきましたことに御礼を申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。